天とか生とか死とか気っていうのはなまなかの精神で定義はできませんから孔子は定義をしなければ語ってはならないと言ってるんですが定義できないものをそれじゃ考えなくていいかっていうと孔子はそうは言わないんです。こういう語れない大事なものを考えるためにどうしたらいいかって言って「死を学べ」と言いました。詩で詩を学べ って聞いてそれじゃあ,まあ俳句のようなものでも作るかっていうようなことになるのかとそうじゃないんですね詩っていうのは「詩行」っていう本があってそれに311編の詩がございますそれを学べってですね講師は「詩300」とこう言っております約311約三百詩300」「重いよこしまなし」とこう言って詩300を学びなさいその詩を学ぶとですね 定義の限界を超えることができるって、この限界で曲がったりしないだから詩をまず学べというんですね詩を学ぶと少なくとも象徴的に天はどういうものだっていうことを考えることはできる詩の中にありますからそして大事な愛とかそういうような問題についても詩を通じて語ること できる、考えることができる。ですから、生の問題にしても、それから死の問題にしても。それから死者の魂の問題にしても、それは論理的に語ることはできないが、死を通じて。象徴的に考えることはできる。これは確かにそうだと思います。私どもも、あの。例えば。 戦争がそういうような時に肉親の死とかあるいはその若い人の死とかがなかなかこの防ぎようがないとこれは困ったことだというような時に例えばあの我々でも与謝野明子の「君死にたもうことなかれ」っていう詩を思い出しますとねあのただ語っていっ いる時よりもずっと強くその命の大事さが分かるような気がしますあの字は大したもんでしてね「あの堺の町のき人の休暇を誇る主にて親の名を継ぐ君なれば君死にたもことなかれ旅順の城が落ちるとも落ちざるとても何事ぞ」。 君は知らずき人の家の家に仲きるっていうんですね。そういうのを初めてしんみりと聞いてみるとですね本当に家の家訓としてそんなあの敵の城を滅ぼさにはならんなんていうことはあるだろうかこう思うことだってできますねあの詩はまた別の意味で本当に大事にすべきじゃないかと思います。 1> 第1番もね「ああ弟よ君を泣く君死にたもおことなかれ」「末に生まれし君なれば親の情けは勝りしも親は刃を手に取りって人を殺せと教えしや人を殺して死ねよとや二十死までを育てしや」っていうんですね。 我々は戦とかです、ね、何とかっていう時に一方でその超国家主義的な思想をいろいろ聞かされていてこれは国民というのは結局いざという時はそうしなきゃならんのかなと思う時に日露戦争の真っ最中にですねそういう詩を作っていた人がいるということでその詩を読むと。 それだけが正しいかどうかは別としていや我々としてはこういう考えも考えなきゃならないというふうに思うことができますね。ですから孔子はその定義できない問題についても定義できない問題というのはある意味でこの世間の議論で決定できないような問題でも死を通じて本格的なことを考えることができるんじゃないかということです ですから孔子は何て言ったかっていうと人間の精神は死において起こりっていうのはどういうことかっていうと定義の線で限界限界されていた限定されていた人間の精神がその定義の線を破ってこう好奇するっていうことですね象徴の世界で定義できないものについて考える神様のことを考えようと思う時にもそれを考えればいいです。から本当に 我々が亡くなった親のことを考えるような時でも本当に親は刃を手に取りて人を殺せと教えしやっということを考えてみるとですね江戸時代の武家の時代はそうだったかもしれないけれども文明開化の国になってからはそうじゃなかったんじゃないだろうかということだって考えることはできますね。そしてて死ににおいて起こり霊に立ち 霊に立ちというとそれ「例に立ち」っていうのは何だろうっていうとですねこっから今日の話に大体なるんですねあのこの間例のところで終わりましたからちょうどつなぎがここからですが例っていうのは何かっていうと死において私どもが論理学の規定する定義は言えない問題例えば「天」とか「魂」とか「人々の天からいただいた性質」とか。 そういうい実とかあるいは死者の魂とかっていうことは哲学的には語れないかもしれないしかしをを通じて何らかの形でで象徴的にそれを知るることができるしかし象徴的に知ったことはですね意識の内部にあってこれは定義は超えてますけれどもやっぱり意識の内部ですからその人がどんなに神のことを考えていてもあるいは魂のことを考えていても 人にそれは伝えられませんね。しで自分は感じた。でもそれをどうしても人に伝えることはできない、表すことはできない。表すにどうしたらいいかっていうと、その考えを持って世に立たなければならない。つまりこの意識の世界から出て、ということは行為に移すことです。立つということは行為の世界に立つこと、行為の次元に立つこと。 どうううしたらいいいんだろのので天の手続きがある例えばそういうものに功を捧げてあるいはこの拝めばいいだけど拝めばいいっていってもですね一人の人が本当に自分は神をあるいは天をですね儒教的には天を尊敬するからっていうんでこうやって1時間もこうしてたらみんなはどうするんでしょうっていうのでそれじゃあっていうんでぺこっとじさっと去っていくんじゃ軽薄に過ぎる。 ですから霊に立つっていうのはです、ね、心で思っていることを本当に好意の次元に移すためにはどうしたらいいかというんで神様に対する敬意天に対する尊敬とかあるいは死者に対する尊敬をそういうふうにしてある。う。で死者にもやはり等級っていうとおかしいでしょうけども子供に対する子供の仮に子供が死んだ時にその子供の魂に対する。 天霊と親の魂に対する典礼友に対する典礼とかそれからまあ国の制度もありますから王に対する典礼とかみんな違うと思いますだからその違いをどのぐらいにするのかというようなことですから例えばどんなどんなに自分が愛してる人が亡くなってその魂を。 どううかしようっ,て言っても自分の一族以外の人にとってはですねあんまりそう問題にもならないような時に村人の人を集めて典礼をするなんてことはいけないんだとかそれじゃあどういう時にいいのかって自分の親だったらその親を知っていていくらか世話になった人その親の世話になった人がいたらそれを呼んであれしようとか友人を呼ぼうとか。だから規模 その他も全部この霊に規定がございますからそういうことが霊であって霊によって結局その,意識の限界を超えて行動に移すことができるそして行動に移す時にみんなが一緒にできるような規定がないと霊は実際できません。 例えば私はあの先生を弔いに来たんだけどあの先生を非常に尊敬するからもう1時間でも2時間でもお辞儀をしてようっていうふうなことを誰かがしてお焼香の時にずっとこうして一人がどかなければ他の人は何もできませんから,から私はあの先生は大嫌いだったからもうちょっと会釈するぐらいでやめようって言って「はい!」なんて言って帰ってったらやっぱり全体の雰囲気が崩れますからやはりこう定めがございますね。 これを2つやるとか3つやるとかぐらいの定めがあります。ですから、そういうことで、あの例の規定っていうのはあるけれども、それは心に思っている。象徴的に理解したことを。その？行為に移すということなんですね。それで、ここで考えてみなきゃならないことは魂っていうか、人間の精神が定義の段階で限られているって言うのが。 哲学や学や問の世界ですねそれを死の芸術で意識の世界を象徴の世界でまあその天とかそういうものを論理を超えた意識の世界で考えることができるそしてその考えたものを行為に移すことができる行為に移すことができた時に意識の限界を超越してます最初に定義の限界を超越し今度は意識の限界を超越し意識の限界を超越した 天霊というのはしかし時間空間空の中にありますねこれは時間空間の中にあるので天霊が済めばまあほっとするというとおかしいんですけどやはりあの皆さんもそういうご経験おありでしょうけども、えー、親御さんや何か亡くなってそれで自分が早春にでもなって一生懸命その皆さんがいらしてくださったりしたの。 親のこの延べの送りっていいますか今はもう火葬場に送ることですかそういうことも進んでしまうとやっぱりほっとしますねそしてほっとするっていうことは今まで一生懸命考えてた親のことを一時忘れて「いやー疲れた」とかって言って「コーヒーでも飲もうかな」って言ってそれでまあその間親との話もするでしょうけれどもどうしたっていう清のことですからそれであの。 組織はだいぶかかったようだけどどういうふうにして払おうかなっていうのを相談しますからまた元に帰りますそれは当たり前のことですね当たり前のことですがしかしまた家へ帰って一人になってあるいは家族だけになってこの持ってきた写真をまた飾ってそこで少し家の中だけでの典礼っていうのもございますでしょそれは特に典礼っていうんじゃないんですけどもあのまあ今までここに テレビを置いてたけどもこれをどっかに映してここやっぱり床の間だから親の写真でも置こうかっていうのを相談をしたりなんかすることもありますそして1,2週間は人が見えるかもしれないからここに仮の祭壇のようなものを作っておこうでそしてそれぞれの宗教に従ってサブトンを置いたりそういたりして一応1,2週間かはどなたかがあのお見舞いっていうかお祈りにいらしたらそれに応えるような こことととをすするというようよなことがありますねですからそういうふうにして典礼あるいはそれに属することは家族を,はなを超えた会社とかあるいは学校とかそういう関係者全員に関係するものと自,自分の家に関係するものとがありますから礼の規定も大変でございますある程度ね。そしてこの 日本のような社会の場合にはこのお香典があった場合には香典会社はどのぐらいにするのかっていうそれも一種の社会の規定のようなものですからだからそういうものが霊気の中に来期の中に書かれているということを、まあ、考えておかなければなりません。そうしてあの時間空間空のの中での 仕事の一つとして最も超越のの度ががが高いのが霊なんですがしかし人間はですね本当にそういう天霊に関係するときに祖先のこととか家族のことだけを考えるのかっていうと実は天霊によって本当は神を考えなきゃいけないんでしょう。 考えるすなわちこういう行為の次元なんかも超えて本当は天に一致するぐらいのところに行かなければならないだろう天礼の本当の目的はもちろんそのこういうことを可能にしてくださる神仏かあるいは何かその超越者に一致することなんです。天霊だけではではすね超えても 象徴的な意識を超えるだけであってその天霊が済めばさっき言ったようにほっとして一息ついてっていうことになりますからそこで超越は終わってしまいますねだから天霊の間でもそれから天霊以外ででも一瞬でもいいから本当に神と一致するというか天と一致するようなことはないのだろうかという問題がありますこれは別の言葉で言えば 神秘的な超越経験っていうのは可能かどうかっていう問題ですね天霊の間はですね普通神秘的な超越経験というのはできません特に天霊の責任者司祭とかですね官主とか道士とかっていう人が宗教的精神があまりにもあってこの旗から見るとぼーっとしたような神秘的一致っていうのをやり出しますとねいつまでたっても済まないでしょうね どうしたのどうかな失たんじゃなかろうかなってみんな思うかもしれません。だからそれはやっぱり時間的な限定がありますし、空間的な限定もあります。先ほど申しましたようにこの手をずっとこうやって上げるっていう祈りもありますよね。それだんだん上げてると疲れてきますからね。しまいにこう降りてきます。だから昔の中世の絵なんかで一生懸命祈ってる人がぼーっとして祈ってる時の手を抱いてこういうふうに下がって書かれてます。それはこういうものからだんだん疲れてこうなってきたんでしょう。 それはお一人で祈る分には疲れてこうなっててもいいんですが大勢が集まってる天霊の時に誰かが手が疲れてこんなになるまでお祈りし始めたら3時間くらいかかっても天霊は済まないということになりますから天霊も時空間の,その限定がありますね。そののためめに天霊のいろんな取り決めができて